どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。本日はですね、NTT メディアサプライがね、提供している海外旅行用 eSIM サービスがですね、なんと、今ね、トライアルキャンペーンをやっておりまして、eSIM がですね、なんと、初回無料でね、利用することができるっていう風になっておりますので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっておりまして、こちらのサービスの名前がですね、ルシモっていうね、名前で、あのね、NTT の、まあ、関連会社がですね、まあ、やっているね、eSIM のね、サービスっていう風になってるんですよね。これがですね、5月末までですね、トライアルキャンペーンということで、無料でね、利用することができるって言った形になるんですよね。またね、利用期間はなんとね、5月末までっていう風になりますんで、ゴールデンウィークとかね、海外旅行ね、予定されている方はですね、こちらまあ eSIM っていう風になりますんで、まあ今のね、SIM カードを差し替えたりとかいうサービスとは、またちょっとね、eSIM なんでね、対応している端末じゃないと利用することができないんですけども、まあこれね、0円で利用することができるのであれば、まあかなりね、いいと思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、このね、NTT メディアサプライ株式会社っていうのはですね、結構ね、いろんな事業をやってる会社みたいで、まあ、集合住宅向け事業だったり、法人向け事業だったり、まあ、NTT グループのね、光インターネットとかね、まあ、そういったこともですね、まあ、運営している会社みたいなんですけども、この会社がですね、海外旅行の eSIM サービス、ルシモっていうね、サービスを開始したんですよね。で、この eSIM のね、海外向けデータ通信サービスをね、トライアル提供ということで、5月31日までですね、初めて利用するね、ユーザーは0円になるって言った形になるんですよね。で、これね、無料でね、利用することができるということで、まあ1ギガとかね、2ギガとかね、まあすごい少ないギガ数でね、まあ利用できるのかななんていうふうに思ってたんですけども、こちらね、調べてみるとね、結構ね、あのデータ容量がいいものもですね、こちら契約できるみたいなので、ちょっとこれはね、ツイッターのお友達の方からですね、聞いた話なんですけども、ちょっと私自身もですね、ちょっと予定があればね、これ利用させていただきたいんですけども、まあちょっとね、まだ決まってない、まあ行く予定も今のところないですので、一応多分これ上限があると思いますんでね、まあ無駄にね契約するのもあれかななんていうふうに思いますので、まあ私はねまだ登録してないんですけども、まあそういったねちょっと多めのねデータ容量とかもね無料で利用することができるっていうふうになりますんで、これねかなりいいですよね。で、またね、eSIM ということで、私ね、eSIM で海外でね、スマホをね、利用したことってないんですよね。まあ、基本的には SIM カード、まあ、iPhone でね、私、海外渡航してるんですけども、まあ、現地着く前にですね、SIM カードをね、入れ替えて、まあ、現地でね、利用するみたいなね、まあ、そういった感じなんですけども、このルシモのサービスはね、eSIM っていう風になっておりますんで、SIM カードを入れ替える必要がないんですよね。これも結構いい点だな、なんていう風に思っておりまして、この SIM カードね、日本で使ってる SIM カードを抜いて、この海外用のね、SIM に差し替えるわけなんですけども、まあ、そのね、日本で使ってたやつをね、ちゃんと保管しとかなきゃいけないですしね、またなくしたりとかね、壊れるってね、まあ、こういった心配も eSIM だったらね、ないっていう風になりますんで、いいですよね。で、このね、キャンペーン期間なんですけども、これね、今結構ツイッターで拡散されておりますので、もしね、利用される方は、できるだけ早めにね、登録ね、していただければなと思います。期間は4月の5日から5月の31日、利用開始分までっていう風になっておりまして、今回のね、無料トライアルに関しては、初めてね、利用する方に関しては、自動適用でね、無料で利用することができるっていった形になります。このね、ルシモのおすすめポイント、6ポイントがね、公式サイトに書いてありまして、まあ、こういった形になってるんですよね。ルーターの受け取り不要で、利用することができて、渡航の荷物が少なくなって、先ほど私が言ったね、SIM の抜き差しがね、eSIM ということでいらないっていう風になるんですよね。で、またね、50カ国以上にね、利用することができて、最短10分でね、通信開始。またね、NTT ブランドだから、まあ安心してね、利用することができるっていった形になってるんですよね。で、気になるね、対応エリアなんですけども、結構ね、幅広く利用することができるんですよね。まあ、アメリカからヨーロッパですね。またアジアもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ゴールデンウィークですね、ハワイとかアメリカとかですね、またね、ヨーロッパとかね、行かれる方はですね、ぜひね、ここら辺、
入ってるかどうかね、ぜひチェックしていただければなと思います。私がパパッと見た感じだとね、ヨーロッパもね、かなり幅広くね、利用することができるっていう風になりますんで、5月31日までね、海外旅行行かれる方はですね、まあ、先ほども言った通りね、eSIM になりますんで、対応機種には寄ってしまうんですけども、利用していただくのはかなりいいと思います。で、利用方法なんですけども、公式サイトにね、まあ、詳しく書いてありますので、概要欄に載せておきますんでね、まあ、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、まずね、ステップ1でプランを購入していただきます。こちらに、このルシモのサイトでね、購入していただくっていう風になっておりまして、で、ご利用のご案内ということで、購入完了もしくはご利用開始のご案内、メールに記載の会員サイトにアクセスしていただいて、ステップ3ですね、会員サイトの契約、内容ボタンをタップし、QR コードをスクリーンショットまたは保存または印刷ね、していただきます。この QR コードはね、印刷して持参することをお勧めしますということで、こちらね、現地で、ステップ4ですね、QR コードスキャンするみたいなんで、まあ公共のね、まあ空港なんでね、公共 Wi-Fi が多分通ってると思うんですけども、まあそれでね、通信できなかったらね、意味ありませんので、QR コードをね、一応印刷してね、持ってってた方が、まあ安心かなっていうところですかね。まあこういった感じで利用することができますんで、まあ利用方法もね、そんなに難しくないのでね、良さそうですよね。で、プランはですね、結構いろいろ分かれておりまして、こちらね、国名で公式サイトね、検索することができて、これね、アメリカで検索した結果なんですけども、まあアメリカであればですね、一番上、アメリカ、カナダ州、唯一が3日間、これが4255円。で、アメリカ、カナダ州、唯一時間、1ギガ15日間。で、16,340 円。これちょっとめちゃくちゃ高いんですけど、これちょっとね、なんかよくわかんないですよね。1ギガで15日で 16,000 ってめちゃくちゃ高いですよね。だけどね、下の方に行くと、アメリカ、カナダ所有、20.9 ギガ15日間 26,700 円。まあ、こういったのもね、ありますし、まあ、もうちょっと下の方行けばね、アメリカのみ20ギガ15日間で、68,40 円とかね。まあ、こういったのもありますんで、まあ、冒頭にもね、言った通り、ツイッターのお友達はね、利用した感じだとね、普通にこの、容量が大きめのやつもですね、無料で利用することができたみたいなので、これね、無料で利用できるんだったらね、まあ15日ってなかなか、そこまでね、利用しないと思うんですけど、まあ7日間とかですね、3日間とかですね、ここら辺が無料で利用できるっていうのはね、いいですよね。Amazon とかで私いつも購入してますけども、まあ大体1週間ぐらいで3000円か4000円ぐらいね、しますんで。まあコロナ前とかね、もうちょっと安かったんですけども、コロナになってからもちょっと値上がりした感じもありますし、まあでもね、これが無料でできるのはね、かなりいいですよね。で、次にね、対応機種なんですけども、こちらもね、公式サイトに書いてありまして、iOS13 以上ということで、iPhone の SE、第2世代、第3世代、XR、XS、11、12、13っていう感じですね。あと iPad とか、まあ、Android とかもね、利用ね、することができるっていう風になりますんで、このね、対応機種、ここだけはね、確実にチェックしていただければなと思います。まあ、eSIM もね、使えないと、このサービス自体がですね、利用することができないっていう風になりますんで、これ目当てでね、対応じゃない機種持ってってもね、利用することができませんので、この点はね、注意していただければなと思います。またね、公式サイトにですね、いくつかね、Q&A が記載されておりまして、これね、最初見た時ね、手数料ね、かかるんじゃないかななんていうふうに思ってたんですよね。基本プランは無料で、手数料はちょっとかかりますみたいな。まあ、そんな感じかななんていうふうに思ってたんですけども、Q&A にね、初期費用や、手数料かかりますかみたいなね、まあ、そういうのも書いてありまして、購入プランのみの料金でご利用いただけます。それ以外の初期費用や手数料発生しませんということで、まあ、今回ね、このプラン料金の購入がね、無料で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、これもね、0円で利用することができますし、利用開始ね、何日前からね、利用すること、申し込みがね、できるのかっていう話なんですけども、1年前からね、利用する、予約ね、することができるっていう風になっておりますんで、ですんで、もうゴールデンウィークとかね、もう予定決まっている方はですね、申し込んでいただければですね、現地でね、無料でデータ通信で、ね、利用することができるっていう風になっておりますんで、ぜひね、利用予定ある方はですね、早めにね、利用していただければなと思います。ということで今回ですね、NTT メディアサプライがサービス提供しているルシモっていうね、海外渡航のですね、eSIM 通信のトライアルユーザー募集ということで、キャンペーンね、解説させていただいたわけなんですけども、これめちゃくちゃいいですね。はい、ぜひね、5月31日までね、海外旅行行かれる予定のある方はですね、ぜひね、利用していただければなと思います。
こちらね、先着、まあ一応ね、あのキャンペーンの公式サイトには本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合がございますということで、まあできるだけね、早めに利用ね、していただければなと思います。で、またですね、先日動画のね、最後の方にマリオットとアメリカのウーバーのね、リンクするだけで、マリオットボンボイポイントがね、3000ポイントもらえるキャンペーンがありますよということで、これをね、動画解説出しましょうかって話をさせていただいたんですけども、ちょっとですね、アメリカの Apple ID とアメリカの電話番号はね、この利用するのに必要なんですよね。で、これをね、利用するにはですね、ちょっとね、動画で話していいのかっていうね、内容が含まれておりますので、まあ私がね、参考にさせていただいたブログね、概要欄に載せておきますんで、まあそちらをね、やっていただいて、もしわかんなかったらですね、ツイッターの DM ね、いただければ、利用方法をね、教えさせていただきますので、ちょっとね、申し訳ないんですけども、動画にしてしまうとですね、ちょっとね、飛んできそうな気がしますので、ほんでいった感じでね、紹介していきたいななんていうふうに思いますので、もしね、利用される予定のある方はですね、ちょっと概要欄のね、ブログからやってみていただければなと思います。またね、不具合等々はね、もしかしたらあるかもしれないので、もしやられる方は自己責任でね、やっていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。